では、近鉄祭りちょっと電車の方へ歩いていきたいと思います。近鉄バスに体験乗車ができるけど、めっちゃ並んでんねん。なんか忘れ物、傘とか売ってる。バス乗らへん。電車見に行こうか。先生乗れんのか。下にピッと入るのすごい並んでんねや。事業所って言って、どうする、行かない、こんな近く行けることないからね。ね、レールの上、レールのやることなんて貴重な体験です。はい。ねえ、はるか君って。電気記念品として。そうね、今度初めて見るわ。はい、電車、こんな電車でね、ちょっとなかなか入れへんところなんでね、楽しいです。はい、光はね、なんかうろちょろしてる。でももうちょっとうろちょろしましょう。靴履いてきてよかった。もっと行きましょう。もっと行かれへんもんな。気をつけてよ。これもね、灰原君みたいな。お魚運んできたね。はい、こっから、こっから行こう。はい、こっから。うん、これ終わってから2回行こう。これ行こう。綺麗できた。はい、なんか落ちましたよ。ありがとうございます。そばから揚げなんかいらん。はい、焼きたてどうぞ、焼きたて。唐揚げです。鶏の唐揚げと味は。今のね、3枚で1000円なんで安いです。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。塩コショウと青山椒です。どうしましょう。塩コショウです。塩コショウと、はい、ありがとうございます。めめ、はい、すいません。はい、500円になります。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。唐揚げ、はい、青山椒で、青山椒で、はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ちょっといただきます。すいません、ありがとうございます。はい、お願いします。
はい、焼きそば焼きたていかがでした？焼きそば焼きたて熱々。骨寿司嫌い。とりあえず見に行こうよ。焼きそば焼きたて熱々。ママどこ？あ、中で物品になってる。こっち来る？並んでる。運転者？運転してるんじゃないの？中は何かどこ？おいしい？おいしい？で、今ね、電車のところまで唐揚げ買ったから食べます。一個ちょうだい。いいよ。ご飯も食べやる。出てきたらしい。でね、アルサジオとか買ってある。塩コショウと塩と青サジオで、こう来て初めて食べる青サジオ買おう。正解、美味しかった。通通行ってる電車があってね。こんなお母さん、こんな近くで見ることない。リアルにはエンティエンです。楽に厳しい。こんな近くでこんな見ることないよ。見とき。おいしい。ゆっくり食べてっていいよ。食べたから全部食べていいで。ゴムのブレーキというのがエアサスペンション。こっちはコイルサスペンション。車輪からはコイルサスで、車体とはエアサスペンテンション上がるね、やっぱり。ちょっと今登れそう。あとじゃなくて、いいよ。これが並べてあるかもしれません。
みんなもいいな。ナイス。かわいい。どうなこれ、無理かね。エビやエビとか書いてエビかもそうなのカハンモックとかあるしどうなすごいなこれえすごいなこんなんでハンモックとかでさ電車乗ってハンモック乗れるんでゴールプールあるし。パワーで。持ってきて、袋持ってきて、出たんで、セルとかあるから。持っとくの？さんまずしでこねずくおかげさまで完売させていただきました。ありがとうございます。はい、そのほかには青さん、
はい、いらっしゃいませ。たくさんご用意してございますんで、どうぞごゆっくりご覧になっててください。テレビも販売中です。ありがとうございます。足元ご注意ください。ニューヨークみたい。どこちゃんと行きましょう。先の方にね、こっち側と。ここはね、なんか、わ、ここいいなぁ。下入れるんや。みんなめっちゃ並ばんなんな。行きたいけど。手汚れそうやな。みんな手洗ってるよ。実際ね、普段はちゃんと電車の。倉庫とかね、修理した野菜使ってる倉庫にね、倉庫って工場やねんね。レールつながってんね。休憩車両って。三宮駅。テンション低い光るわ。量はね、結構テンション上がんねんけどね。このくせこういうとこ来たからへんねん。来たらテンション上がんねん。光るは来るとか言いながら来たらテンション下がんねん。多分ね、歩き疲れたんやと思う。運動不足やからね、もっと歩かしたんねん。はい、ちょっと座って聞いてできるけど、いや長さは20メートル。